ねえねえ、まつりさん。何？僕たち、100万円もらえたらとか、お金が欲しいとか、不労所得欲しいとか、いろいろ考えてますけど、そうだね。実際いくらぐらい欲しいんですかね。まあ、確かに、この前100万円もらえたら、みたいなトークはしたけどさ、100万円で私らの欲望は抑えられるのかどうかちょっとわからないですよね。実際ね、いくらぐらい必要か今日は計算をして、その額を目標にして活動をね、これから頑張るようにしよう。よう。じゃあ早速検索していきますか。はい。じゃあまず何が欲しいかな。何ですかね。もう今日は何の制限もないですからね。じゃあ蛇口欲しいな。急にいきなり。うん。ジャグジーっていくらなんですか。ジャグジー風呂工事で検索してみるね。150万ですね。おー、ジャグジー150万、ゲーム機欲しいんですよね。ゲーム機ね、確かに。私も友達がお家に来た時用にスイッチ欲しいな。あ、スイッチいいですね。29,800円だって。それが、じゃあ私のも買って。あ、わかりました。2つで大丈夫。あ、でもどうだろう。ほら、友達呼んだ時さ、ね、ちょっと足りないとこ嫌だよね。だからどうしよう、追加で5台ぐらい買っちゃう。あー、そうですね。うん、あとやっぱプレフォーも欲しいかな。欲しいよね。だってモンハンとかはさ、そうですね。そうですね、モンハン、でもモンハンやるんだったら、1台じゃできないから2台欲しいですね。確かに。じゃあ2台買おう。ってことはテレビないといけないんですよね。ね、テレビ。そしたらさ、はい、私ちょっと大きいやつがいいな、画面。お、いいですね。テレビは、ね、85型とかが富裕層向けテレビって書いてあるよ。せっかくだからこれでいきたいよね。そうですね、富裕層ですからね。一応値段はね、243万だって。じゃあ243万で。じゃあこれが2台。これが、あ、そうですよね。そうだそうだ、プレステ2台あるから。プレステ2台あるから2台必要ですよね。あとはみんな友達がいたらやっぱりさ、お家でさ、ネットフリックス見たりアマプラ見たりしたいじゃん。映画見たり。確かに確かに。だからホームシアター作りたいね。ホームシアター。機材費など合わせて80万円からハイグレードのものは300万から500万だって。防音加工を加えると600万から1000万。じゃあ余裕見て1000万ぐらいかな。余裕見て1000万ですね。あのちょっとさ、小さい話なんだけどさ、私今エアポッツ欲しいの。エアポッツもいいかな。あ、いいですよ。僕もちょっと欲しいんで、じゃあ2つ買っときましょう。あ、27,800円だって。おー、大したことないですね。ね、ホームシアターに比べれば全然、ホームシアターに比べれば全然、大変なことに気づきました。なになに？僕たちこれを収める家がないです。大変！そしたら、お家買うか。そうですね。だって、85インチのテレビが2台ありますからね。確かに。ホームシアターあるんで、結構広いとこじゃないと無理ですね、これ。お城買う？あ、城いいですね。城いくら？買える城。あのね、今ネットでね、ちょっと先生これ、何ですか？面白いサイト見つけたんだけど。今僕もちょうど見つけました。見てた？これ、やばくない？確かに。これはね、あ、結構条件もいいですよ。美しい静かな田舎に所在する素晴らしいお城です。1キロ先の町まで行けば商店街もあるって。便利だね。71ヘクタールだって。大きいのかどうかもちょっとわかんない。うん、ここにしましょう。ここにしましょう。値段がね、480万ユーロ5億8000万。5億8000万ぐらいしておきましょう。でもそしたらおうち問題解決。おうち問題解決ですね。やっぱりね、私あの友達のことをね、かっこいいオープンカーでお迎えしたいなって思うんですよ。あー、なるほど。だからいいっすか、車買って。いいですよ。買いたい車あげてっていいっすか。あ、あるんですか。あります。シュバレーのコルベットを。わかんない、わかんないけど高そう。シュバレーのコルベット、そうね、だいたい多分いろいろオプションもつけて1800万ぐらいあれば余裕で1台買えるんじゃないかな。でもあれですね、古城に比べたら大したことないので、大丈夫だと思いますよ。あとは、ジャガーの車がいいな。ジャガーのXJ、 これがだいたい価格がね、1170万円からみたいだから。ああ、なるほど。そうだな、これもじゃあ1500万で。ちょっとほら、オプションつけると高いからね。僕そうですね、僕車乗れるかどうか不安なので、まず自転車から行きたいので。あ、いいですね。あれは自転車じゃなくてさ、あれにしたら。何ですか。あのウィーンって動くやつ。セグウェイ。お金あるし。あ、セグウェイちょっといいですね。セグウェイ、セグウェイ値段、だいたいセグウェイ100万円ぐらいで。あとはあの宇宙旅行とか行きたいな。ロケットによる国際宇宙ステーション滞在型の宇宙旅行の費用は約22億円らしいよ。あ、これでも一人22億、多分そうだと思うよ。友達入れて、
5人ぐらいで宇宙旅行に行くとしたら増やしてるいいね。あの執事とかがいるよね。あとあお手伝いさん、確かにお手伝いさん雇うのに月にね1人80万だか100万だかそのぐらいらしいよ。あ、へえ。で、お城の中にだから50人ぐらい雇うとしてはいはい月5000万ぐらいかで、それが1年間でしょ。そうすると こんなに規模の大きい話初めてしたよ。これを机上の空論って言うんですけどねあとはもうあれだよ、雑費だよね、もろもろの、あの食費とかになってくるよね、一生暮らせる分だからまあ1日大体じゃあ、まあ、贅沢なご飯を年前に食べたとして、じゃあ1日3万1日3万だとして一食1万だとしてね、1年間で1人1200万で、1200万、私と生さんいるから2400万で、2400万で24億。あ、なんか大したことないね、まあまあ、お手伝いさんに比べれば。で、あとやっぱあれじゃない、もろもろの、うん、その他のちょっとした欲しいものを買いたいなってお金、あー、お小遣いですね。そうそう、お小遣い1日5万だとしてじゃあ40億ぐらい、そうだね、お小遣い40億で。結果発表です。私たちが欲望を満たすのに必要な金額は561億2770万4160円です。めちゃくちゃ読みづらいですダメだね、これすごい頭使ったよ読むときに大変ですね、うん、でもじゃあこれを目標にね活動頑張っていこうか。そうですね。でも実際でもこれ私たちがさコツコツ働いたら、うん、何年ぐらい働かないといけないんだろう。ちょっと待ってくださいね。時給1000円だとして時給1000円、これを1000円で割るってこと、ね、そうですね。まつりさん、はい、何でしょう。大変な事実に気づいてしまいました。え、何？僕たちがこの分のお金を稼ごうとすると、うん、2万年ぐらい働かなきゃいけないことになります。